らいなんです。まあ何の配信かというと、もうね、俺が電車乗って帰るだけなんですけど、高尾山ってこんなんですよっていう風景を見せようかなと。疲れ目が大好きですね。席こっちなんですけど、あえて食べてない。やかましい顔ですよ。まあ、わざわざ人が見てくるな。いいの？さすが世界で一番登れてる山。だから数年でアルバイトなの。そうね、そうですね、今日はめちゃくちゃ多かったですね。なんで神馬山から高尾山まで縦走して、高尾山に着いた瞬間人が多すぎて嫌になってもとっとと降ります。高尾にはなんかこういうものがあるので、ね、ぜひ行くといいと思います。トリックアウト美術館。ベジさんこんばんは。うわ、真っ暗なんだ。結構明るいんですよ、なんかにゃんこ。ずっとちゃんとは何か暗い。そうなんですよね。あれが高尾のロープウェイの駅です。高尾の、そうですね、高尾のケーブルカーの駅です。こっちがなんか参拝的な意味での登山のところで、これが今日降りてきた稲荷山っていうのは、その、そっちの端っこの方に、ここですね。ちなみに稲荷山コースを歩いておいているとき、なんか配信してる臭い人とすれ違いました。人が多いんですよ、それは言いながらなんか登っていきますね。高尾山ビアマウントって言って、ビアガーデンが10月15日までやってますね。営業時間13時から21時。上の辺に明かりがあったんで、多分それがそれなのかなっていう気がしますけど、11月までやって、いや10月の半ばで、今月の半ばで終わります。さっきはここから降りてきました。さっきは稲荷山コースっていう、気圧高いの、いやそんなに高くないんで、そこまで高くないです、高尾山で。この先が6号路とか行って滝とかあったりするところですね。はあ、帰りもね、あれなんですけどね、電波があったら走ることができたらよかったんですけど、電波なかったんでね、お子さんが今日の靴見せて、はい、はい、がっつりした登山靴です。横幅がちょっと広いんですけど、それが俺の足自体が横幅が広いんで合う感じのものになってます。そうですね、登山靴です、今日は。
トレッキングシューズは登山具使ってからあんまり使わなくなってますね。あの雨の日以外、雨の日に雨対策のサポーターって、ちょっと一旦カバン下ろしてちょっといじるんで。トレッキングは介護官のイメージがある。使い方次第じゃないかな。ああ、うん、にぎやかだね。そうですね、人がこんな感じでガーッとケーブルカーでも降りてきてるし、さっきはそこから人が降りてきてましたね。いやー、暗いな。これは暗いな。これは暗いな。真っ暗やな。猫さんナンパ待ち、どういうこと？なんでナンパ待ちなんですかね。いやー、せっかく高尾山に来たんやし、そのままさらっと帰るのもなんかあれかなというので、ベルはケーブルカーの走り、そうですね、今動き出しました。あれなんですよね、今からどうやら登る方が言うみたいです。少なくともライトはつけた方がいいんじゃないかと思うけど、あれなんですよね、別にビッグサマーの夏目さんみたいに夜中また登れば。いやあれなんですよね、今日行っててちょっと残念やったのが、あのまだ紅葉がね全然してなくて、紅葉の季節になったらちょっと行ってもええかなとナイトハイクは思ってるんですけど、あ、なんかあの辺さっきのところライトチカチカしてますけど、あれはライトを持ってライトつけて降りてきてる人なんてですね、ちゃんとそういう対策してる人はいるんで、まあ俺もライトは持ってますけど今。あらまだだったね。そうなんですよね、今年は秋の、なんか全然一箇所ちょっと茶色くなってるのがあったぐらいで、去年もあの高尾山から陣馬山縦走して、でさらに陣馬山から高尾山まで往復するっていうアホなことやったんですけど、その時は結構なんか紅葉してて、それが11月の半ばか終わりぐらいやったんで、まあ今月の終わりぐらいから行けば割とこうしてるんじゃないかなという気がしますね。気温高いからかな、どうなんですかね。あれ冷えないとでも確かになりませんよね。なんか蝶々とか虫がまた増えてるから春に戻ってる感じ。ああ、春じゃないんですけど、山を降りてるときに、何やったっけ、つくつく帽子泣いてました。お、追い始めた人増えそう。そうですね、いいな。あ、ごやっぱり高尾山の紅葉はそこそこというか結構人気なので、紅葉しだしたら人来きますね。だからそういうのが、人が多いのが嫌なんで、行くとしたらナイトハイクかなっていうふうに思ってます。猫さんのナミコジみたいな、登山タイムのナミコジってくそ、あー、めっちゃうまかったっすね。今日は暑かったんで汗めちゃめちゃ出てたんで、確実に塩分足りてないものになってたと思います。その時にあれやったんで、
あれはかなりうまかったです。普通の時に食ったら多分ねそんなことないんですけど、普通やなってなるんでしょうけど。ああなんかやっぱ今から山の結構いんのかな。今ライトつけてる人が、ヘッドライトつけてる人がいてましたけど。めっちゃ虫の音と川のせせらぎと、可愛いものはかき氷だけ。酒まんじゅう、酒まんじゅうって書いて酒まんじゅうは食いました。夜登る人の意図は夜景とかなの。まあ夜登るのは夜登るので違った趣がありますし、人いないですし、あと妖怪を探しに行ってる人もいると思うんで。もうね、妖怪を探しに山に登るって言ったらね、鈴木サンキューさんっていうね、あのハイド神さんとか小春さんとかと結構仲良くやってる配信者の方がね、それで山登ってますけどね。俺が一緒に山登った人ですね。妖怪博士かな、博士かどうかは分からない。こんなところにドラえもんが、僕ドラえもん1400円、高っ、高っ。あーシャンプーで豆しぼ、キウさんはゆる派なんだ。基本酒飲んでますからね、あの人。お土産何か買った？いやそんなたまにしか来ない山でもないので買ってないです。ちなみに今はですね、もう確実に閉店してるけどトリックアート美術館に向かってます。確かこっち側やった気がすんねんな。もう10年以上前に友達と1回だけ行ったことあるんですけど、昨日ドラえもん買おうよ。いや1400円高いわ。トリックアート美術館どっちやったっけな。 あったあった。あのネオンギラギラのとこはそうなんですけど、多分映ってないです。川ですよ、高尾の川ですよ。あれがそうなんですけどね、全然見れないですね。壁にもトリックアート書いてるんだっけ。どうでしたっけね、何歳、10年以上前やから記憶が曖昧で。いや高尾は田舎とはいえさすが都内なんで Wi-Fi が通じるんですね。異臭ですね、電波がやべえって警告も出ないです。でも今日は連休の中日ですごい天気が良かったから、本当にめっちゃ人来てたと思いますよ。高尾さん、あれが京王線の高尾の、あー電波不足が出た。季節の良い連休だから余計にね。そうなんですよね、そうなんですけど、ちょっとね今日は天気良すぎというか気温が高すぎて非常に俺は辛かったです。汗だらだらなって。よくね登山ではね汗かかないぐらいの速度とかそういう感じ、自分が汗かかないぐらいの感じで登るとねいいといいんですけど、まあ理由としては汗で体が冷えてしまうから良くないって言うんですけど、俺がそれやろうと思ったらもうね基本動けないっていうことになってしまってね、どうすりゃいいのかなという、そんな感じですね。猫汁それは売れるかな。
あ、そうね、夏みたいに30度ありましたからね。はい、これがホテル バニラスイートだそうです。値段が書いてない。売れるよ。売れないよ。売れるわけあるか。 あったトリックアート美術館あった。なんかもう建物がごつい。あれトリックアート美術館。もうショートタイム2980円、休憩4300円、宿泊6800円。安くねえな。いやだって俺普通に5000以下の、あの BS ホテルとか泊まってますから。これがトリックアート美術館ですよ。このね、この三角形のね、このまるでまるでフリーメイソンのね、プロビデンスの目のようなね、まあ、ムーっていうかあれですね、フリーメイソンですね、どっちかというと。渋谷と新宿くらいしか行かないから安いと思っちゃった。あ、まあその2か所に比べればね。はあ、トリックアート美術館久しぶりに見たな。もうどうやら4月から11月は10時から7時、12月から3月は、10時から6時らしいです。へー、これがトリックアート美術館です。お、トリックアートがきっとある。おや、こんなところに入り口がええやないかいっていうね。受付場があってええやないかいっていうね。そういうところです。これで俺の知ってる高尾の情報は全て出しました。もう何もないです。一応ねこれね、鳥居の高尾山の薬王院の鳥居ですね。じゃあ氷川神社の鳥居や、間違えた。君たちが岩谷来た時って戻ったね。あ、そうなんですね。俺それ見てないんですよ、なんか見る機会なくて。うん、君来てたね。まあね、結構立派な建物ですからね。10年前来た時に何これって思ったんですけど、で中見ても結論は何これやったんですけど、それが未だにこんな感じで続いてるっていうのはすごいなって。みんなどんだけトリックアートを見たいねって。あれ見えますかね、あの山なんですけど、あの上の光が多分あの高尾山のビアガーデンですね。ビアマウントってなってたやつ、ね、ちょっとちゃんとは見えないんですよけど、何個か本当はライトがついてる感じなんですよ。また時間を経て来てみたら違うかもしれないから、もう一回行こう。いやもうええわ。一人で行ったらもう確実にテンション持たへんし、人と行くにはなんかその人に申し訳ないし。そんなわけで高尾さんでした。とりあえずもう他に見せるものもないので、なんかええ感じに電車来てたら乗って帰ろうかなと思います。終わらせないで。ほら電車に乗ったらお前ね、盗撮なんかねダメですね。これがね京王の高尾山口駅って言って、結構ねなんかおしゃれな感じの駅なんですよね。ビアガーデン行こう。一点はいいですけど、上電波通じないですよ。だからそもそもあれですよ、高尾山まで縦走してきたときに
電波あったら配信しようかなと思ってたんで、でダメやったからこうやってるんで、今のババアの話もっと聞いてて、あれ G です、ババアじゃないです。氷川神社はあっちにあんのか、ちょっと行ってみるか。じゃあもう電車の時間とか大体あるあるで行動してますけど、なかったらどうしようかな。じじいがババアの口ってる、それはね日常的な出来事じゃないんかな。高尾山なら電波入りそうなんだけどダメなのか。そうなんですよね、あの携帯の電波入ってるんですけど、ワイマックスは入ってなくて、ワイマックスではないと俺は配信できないので。あ、氷川神社、氷川神社やな、完全に今日終わってる感じの。都内だから歩いて帰れるよ、むちゃくちゃ言うな。これは氷川神社は有名やからな。ここに泊まろう、そんなね、冥府に泊まろうやないんやから。応永年間に片倉城主毛利備中守諸親が武蔵一宮の氷川神社を勧請し、幹部2年7月に再建造営され高松放置にとりました。武蔵一宮ってことはあれか、あっちにある氷川神社ですね、多分普通に。ああそうそう、これでこれの説明になんかご神木が台風でことごとく倒れたって書いてるんですけど、高尾山でもやっぱかなりたくさんの木倒れてましたね、しかもでかいやつが。あれはちょっとなんか悲しい感じでしたね、根こそぎになってたんで、もう無理な感じでしょうね。神社号、いやいや、ただの今ただの夜の神社でしかないんで、しかも氷川神社やから普通に有名なだけなんで、根こそぎ、そういう字はしないね。なんか電気ついたり消えたりしてるのが気になるけど、電気ついたり消えたで、あれ人を感知するやつやったら人いるってことやから行きたくないし、人いなくて鳴ってるんやったらそれはそれで怖いから行きたくないし、オカマがいるかもしれないじゃん。オカマは俺別に会いたくないですけどね。あ、伊勢湾台風によりご神木が倒された後ってあれのあのやつに書いてますね、あれに。だこれご神木の後ですね。ちょっとわかんどこ。片手やけど。とりあえず上には上がらんときます。ついたり消えたりの謎は気になるけど、俺を感知してるとってことは絶対ないやろしな。あの位置で俺を感知してたら相当優秀すぎて意味のわからん説だから。じゃあ確認しに行かなくちゃ。いや別に行かんでもええですよ。なんか赤いセンサーがチカチカしてるんですけどね。あ、着いた。砂と向き合って、でも横側なんやな、正面じゃないんですね。なんなんや、光らなくなりましたね。そんなわけでなんか電車が来てそうな雰囲気なんで、てか今から行っても間に合わへんけど、あ、膝が、左の膝が痛い。左膝が痛い。あんまりだから俊敏に動けないからね。
あそこからおっさんが出てきてゴローってなったら逃げられないんでね、それはちょっと困るということで。日差し心配ね。まあ寝てりゃ治りますよ。割と何回かあったんで、はあ、そんなわけでこれが高尾の全てです。これ以外にはもう何もないです。何かあったとしてもそれは基本的に気のせいです。冷やすといいんだっけ、どうやったっけな。まあなんか適当にやりますわ。多分着地の体勢が悪いんやるけどね、足の。さてではでは、今26分なんで、じゃあ30分までやって終わりましょうかね。深くかかってるの、かかってる炎症っぽいから冷やされそうね。そうですね、まあ基本的に冷やせばいいんじゃないですか。温めるのはなんか次の段階からみたいなイメージなんで。電車の時間は書いてないと。そっか、なんとなく入らんとあかんのか。あ、29分に新宿行きの準特急があるから、うん、それでいいんやな。じゃあ土産物屋で土産でも見て終わりますか。あ、ヘビ売ってる、ヘビ1290円。結構頻繁に電車来るね。そうですね、今日は多分休みやから、そういうのもあってじゃないですか。もうムササビですよ、ムササってますよ。ああ、この辺の登山用の用品とかも売ってるんですね、ここで。ダサくて有名モンベルさんじゃないですか。ああ、スティックとか売ってる。へえ、そっか、モンベルが提携してんねんな、これ。モンベルの製品ですね、この辺全部。ヘビは違いますけど、ヘビは違う。あれ1590円だけ、こいつ。ちょっと価値の高いヘビのように、このヘビは価値が高い。じゃああと1分でお別れです。ヘビがモンベルと変わる。そうですね、この辺のが全部モンベルなんで、小物類。どうですか、東京。これ東京土産に買っといた方がいいんじゃないですか。膝を大事にね。ありがとうございます。じゃあそろそろ俺も中に入るかな。ではでは、高尾でございますか。お疲れ様でございます。定期が見つからない。入れたの覚えてるからあるはずやけど。お疲れ様でございます。